秋元康氏は日本の放送作家、作詞家、プロデューサー。妻は元アイドルの高井まみ子。株式会社、秋元康事務所所属。東京都目黒区大橋出身。トンネルズのブレーンプロデューサーとして世に知られて以降、ジャンルを問わず多くの楽曲の作詞を手掛ける。2000年代以降は AKB48 グループや坂道シリーズのプロデューサーとして、 ほぼすべての楽曲を作詞する。日本映画監督協会会員。2010年6月、日本放送作家協会理事長に就任。2020年東京オリンピックパラリンピック競技、大会組織委員会理事。2016年4月、代々木アニメーション、学院名誉学院長兼総合プロデューサーに就任。株式会社キーホルダー特別顧問。 株式会社ファンプラス特別顧問。サラリーマン家庭の二人兄弟の長男である。全息を患い、小学一年生の時に、法屋市に引っ越し、西東京市立中原小学校へ入学した。大倉官僚を死亡し、改正中学を受験するも、不合格となった。親の勧めもあり、中央大学附属高等学校に進学。高校二年生の時、そろそろ勉強しないと、 東京大学に入れないと思い、受験勉強を始めた。しかし、大半の生徒が中央大学に内部進学する環境もあり、なかなか勉強には集中できなかった。高校2年の冬、日本放送、千田光雄の足掛け二日、大進撃。を聞いていた際に何気なく、千田光雄、主人公とした平家物語のパロディを、 受験勉強のために用意したノート20枚にわたり書き上げた。募集されていたわけではなかったが、同級生の勧めもあって、ノートを日本放送へ送ったところ、日本放送制作部副部長だった亀渕明信と大橋巨泉事務所の放送作家グループに所属していた奥山盛信の目に留まり、日本放送へ遊びに来るように言われ、出入りするうち奥山の弟子となり、 大橋巨泉事務所に所属した。中央大学文学部に進学後、放送作家の活動を始めた当初は、放送作家をアルバイトと考えていたが、放送作家業によって、当時のサラリーマンの4倍近い収入を得ていた。しかし、本人はそれを、あぶく銭だとしていた。思えば、道草から始まった人生と自身は改装している。放送作家業に物足りなさを感じ、 また、放送作家という職業の将来性に不安を感じていたところ、亀渕から日本放送の子会社だったパシフィック音楽出版の浅妻一郎を紹介され、作詞を手掛けるようになる。これら経緯から作詞家としてはフジパシフィックと契約している。1八十一年フジテレビ系で放送されたアニメとんでも戦士テキングの挿入歌『タコロダンシングで、 初めて作詞家としてクレジットされる。アーティストに初めて提供した作品は、アルフィーのシングルレコード、通り雨の B 面、言葉にしたくない天気である。これ以降、作詞家としても活動開始。1982年の稲垣淳一、ドラマティックレイン、1983年には、長渕剛し、グッバイ青春で、作詞家としての知名度を得る。放送作家として、 ザベスト10、オールナイト富士、夕焼けにゃんにゃんの構成を担当して、高視聴率を上げる一方、様々なジャンルの楽曲の作詞を手掛ける。小泉京子、なんてったって、アイドル、トンネルズ、雨の西アザブなどの曲をヒットさせる。1985年からは、女性アイドルグループ、おにゃんこクラブの楽曲を手掛け、メンバーを次々とソロデビューさせ、全楽曲の作詞、 プロデュースを担当した。ただし、後に総合プロデューサーとして関わる AKB48 とは異なり、おにゃんこクラブは、夕焼けにゃんにゃんという番組が最初にありきで、秋元自身は、おにゃんこクラブについては共同作業であるとし、自分は仕掛け人ではないと説明している。また、国賞さゆりは、構成作家の秋元さんは、スタッフの一員、いい意味で、 他のスタッフと同列だったと述べている。1986年のオリコンウィークリーチャート52週のうち36週でおにゃんこクラブ関係の楽曲が1位を獲得。1987年には長者番付のその他部門で16位となる。1988年、おにゃんこクラブのメンバーだった高井まみ子と結婚した。結婚と同時に渡べし、 ニューヨークに1年半ほど滞在した。帰国後、ミソラヒバリの遺作となった、川の流れのようにの作詞を担当したが、これによって作詞家としての地位を不動のものにした。2005年、KRK プロデュース代表の久保田康、オフィス48代表の柴光太郎、電通らと協力し、秋葉原48プロジェクトを発足した。東京、秋葉原で、 女性アイドルグループ AKB48 を立ち上げ総合プロデューサーに就任した。2006年、アクスを東京都港区白金台に設立し AKB48 の運営、管理業務を行う。AKB48 は専用劇場で毎日公演を行う愛に行けるアイドルを標榜した。当時の秋葉原は社会現象を巻き起こしていた書籍、 ドラマ、映画、電車男において描かれた美少女アニメゲーム、メイドキ茶、スリュックサックを背負ったオタク男性のイメージで認識されていたため、AKB48 も、秋葉の萌えアイドルといった地下アイドル的な位置づけであったが、テンスシングル、大声ダイヤモンド以降徐々に一般の人気を上げ、2010年以降はシングル CD において100万枚を超える売り上げを記録するようになった。 2010年初頭インタビューで秋元は将来は国内7大都市に劇場を建て選抜メンバーでジャパン48を作りたいと語り実際に国内外に AKB48 の姉妹グループを設立した2013年田原総一郎との対談の中で将来的には AKB48 のプロデュース業から退くことを示唆している 身長166.7センチメートル。愛称は、安す、秋元先生。2001年3月、第一子である長女を設けた。毎日の睡眠時間は3時間ほど。以下、プロデューサーとしての年貢。アイドルユニットその他2021年現在、放送中定期、不定期過去アーオカーコサソタとなーノアホマモ、ヤーヨラロア以下、週間チャート1位となったシングル作品。 ありがとうございます。